はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15、チャプター15おまけパート、続きやっていこう。前回まで、遺跡を探索しに行って、ブレーカーが落ちてデータが途中吹っ飛んで、でもなんとかクリアするという、まあ、二度と行きたくないような遺跡攻略を終えて、そして今回ね、やっとその、これまでのダンジョンの奥地で見かけていた脅威を、鍵で開けて倒しに行こう。ようやく。まあ最初のクエストはね、懐かしのまあコルト、あ、コルトは一緒にいてないか。この辺コルトで共同戦線した地帯のところにあるダンジョン、塹壕跡のダンジョンだっけ？この奥にある。まず脅威から倒していこう。この辺55、65とかだから、まあこの辺は大丈夫だと思うけど、99とかあるから最後の方に。これは注意していこう。まずはまあ、付近に行って、念のためにキャンプはするか。とりあえずこの辺、降りて、危ない。確かこっちにキャンプあったよね。この辺もストーリー終えたらもうまるで来ないから。懐かしき。よし、着いた。やっと人のいる場所に来られたな。念のためにチョコボレンタルしといて、で宿泊するか。魔法も回収しとこう。まあ、魔法を出し惜しみするつもりはないんだけど、ほとんどまあ4連なんちゃらかんちゃら系、まあ、エレクトロンとかいうダメージ上限突破する魔法もあるし、まあいろいろ作ってこう。さて何食っとこう。なんかあんまりこの辺材料ないな。まあもうみんなレベルマックスだし、ある程度もの食っとけばいいんだけど、まあこれとっとまあ最初はこの辺でいいか。チキンライス。さて。じゃあまずダンジョン付近に行こう。それあれ、ここに来たのももうだいぶ前だな。あの時帝国軍いたけど今はいないね。ピカトリーク塹壕跡だっけ。あれ、なんか別のモンスターがいたけど今。あれちょっと強いやつだ。お前も来いよ。よし、ありがとうチョコボ。ちょっと仲間の装備確認。グラディオ、ドミネーター、あー大丈夫大丈夫だね。オッケー。じゃあちゃちゃっと奥地までまず行くか。封印の扉を開ける。暗すぎんな。なんかもうモンスターがバッて出てくることないよな。あんのかな。あ、ゴブリンがいる。危ねえだろ。悪かったって。まあゴブリンなんてもう可愛いもんだけど。3、先を急ごう。ここね、初っ端にしては結構ホラー感満載だったダンジョンだった。あれあれ、こっち、あれこんなとこあったっけ。やばい、未探索の部分がある。あれ、こんなとこ来てないぞ。いや、ノクさん上。危ねえ。あ、初見で言っておくべき場所だった。
ああ来てないこんなところ。奥地行こう。よし、この先だ。ここくぐってね、初めて来た時入れなかったわけだけど、結局クリアするまで入れないとは思ってなかったけど、これだ。封印ってこの扉のことだね。間違いなさそうだな。鍵はあるが、さてどうする。行っちゃおう。凝ってんな。あ、そりゃ脅威になるモンスターを閉じ込めているって言ってたしな。おお、これでいけるんじゃねえか。封印が解けたようだな。もうなんか封印って言葉がテンション上がるよね。面白そうだよな。あー、やっぱ行っちゃう感じね。さあ、結構のんきしてるパーティーだけど、あ、さらに奥があるんだこれ。オッケー、あ、若干強い。若干強いけど我々の方がもっと強いですし。で、滑った。よし、完璧。オッケー。マップがそっか、見れないのか。これさ、あの遺跡でもこういう形のマップになってたけど、今こっちから来たよな。閉じてるし。あ、どんどん下に行ってみよう。あ、でも随分深いな。そんなに奥に閉じ込めちゃう。またモンスター。え、前回手に入れたあの、なんだっけ、黒ずきんだっけ。黒ずきんで結局オートガードが起きてるのかがよくわからないんだけど、それならもう自分でガードして別の装備した方がいいのかな。あ、でも今オートガードしたか。ウェイトモード使ってじっくり戦闘しよう。無事に済んだな。おし、どっから来たか忘れちゃうな。こっちで OK？ これ上行っちゃうな。こっちか。あ、深い深い。まだノーマルモンスター。この双剣使ってこう。あ、オートガードしてるな。ハリーは自分でやるけど痛い。ハリー、ノクト、うまいことやるじゃねえか。あ、地味に硬いぞこいつら。オッケー、あ、これで先行こうぜ。これで倒したら空いてってるんだ、どんどん。お、来た来た来た。え、こいつボムだけど。だってじゃあ雷じゃダメだなこれ。まあもう、え、こいつか。うまいこと言ったな、お互いにな。
違うね。サークレットまだ下か。今度2体。めんどい。油断禁物ってね。とパリができない。こいつらでかくなって爆発するから、爆発する前に、危ない、爆発する前に倒しちゃえ。いくぞ。さあもっと下行くぞ。まだあんのかこれ。オッケー。イメージとしては扉が開いた瞬間、あの封印してた扉が開いた瞬間、バーッと閉じ込められていたモンスターが現れるっていうイメージだったんだけど、まだまだ下に閉じ込めてるよっていう扉だった。さあどうだ。いや、俺が師匠。まだボム。短く頼む。あと難しいやつ勘弁。まあ余裕だ。お疲れさん。さあどんだけ凶暴なやつを下に閉じ込めてんだ。まだボム。すごいやつは嫌われるぜ。どうだ。オッケー。んと。あ、あれ。あれ、今こっちから来たよな。あれ、下に向かえそうなところがないぞ。あれ、おかしい。しかもこれクエストからじゃトラックもできないし。え、これで倒したことになる？なんないよね。ちょっと戻るか。ちょっと今上に戻ってきてんだけど、もしかして別に、あ、なんかここいくつかあるな。これ元来た道わかんなくなるな。ああいくつか道があるねこれ。ホルモン、ほら、これで決めよう。その調子だノクト。あ、行こうよ。ああ当たりルートがあるのかもしんないけど、まあ、どんどん行ってないところしらみつぶしていくか。さてそこで終わらそう。おっと、あ、爆発したのか。分裂した。暗くてナイフ投げにくい。なんとかなんねえのか、この暗さ。消えた。あれだけどなんだかここも外れ臭いぞ。何もいない。戻ろう。となるとここ4つあって、こっちは上に戻るから、あ、いや、こっちか。じゃあとりあえず倒そう。よし、さっさと先に行こうぜ。ああ、さあここが当たりであってほしい。
おお、当たりっぽい。とりあえず魔法、あ、これファントムソードでいっちゃね。あ、まだある。こいつらではないのか、まだ下があるのか。もったいない、今ファントムソード使っちまった。魔法も、あれ、またモブ敵か。ルーンのピアスなんてあったっけ、これまで。魔力アップ。さあどんどんね、下に行かされてるか。あ、え、キャンプにするか。キャンプだと。あ、ドミネーター、いや、ドミネーターもう持ってる。いや、行っちゃうでしょこのまんま。ちょっと体力減ってるけど、なんたって99だし。この先だな、パリ。いい感じだ、パリ。ないこと言ったな、お互いにな。よし、しるべがあったってことは近くもなかった。マシュマロ、え、また道がいくつかあるぞこれ。こっちから行こう。マシュマロ、さて、なんかさっきから変なモンスターの鳴き声がしてるんだけど、ちょうど下のモンスターの鳴き声がしてるというか、ここを外れたな。なんもない。さて、どうする。手早く済ませよ。さて。おい、悪い。最高級石材。行こうぜ。さあ、ここは外れ。戻ろう。さあ戻ってきて、じゃあ今度こっち行ってみ。なんかモンスターの鳴き声すげえ近いな。全部マシュマロかこれ。ババロアだ今度。ノット、なんか指示ある。適当に頼む。終わりか。こっち、行こうよ。ああ。さて、ここは当たりか。てか、なんやかんやで経験値たまるから、前もって99にする必要もなかったか。外れだね。え、外れじゃない。倒そう。成功。ほっ、イグニス任せろ。うまく合わせろよ。見てろよ。あうんの呼吸ってやつか。容赦はしない。ノクト、はいよ。あ、仲間が近いから連携出やすいね。
まだ下があった。ヘッドアイズ、こいつでしょ。あ、混乱してる、グラディオ混乱。あれ、終わった。ちょっと大丈夫、これは当たりルートか。あー気持ち悪い。ヘクトアイスまだいる。うわーたくさんいる。メンタはやだ。待って、しかも目からビーム。ちょっとみんな全体的に体力減ってるから、メガポー使おう。ん、あれ、メガポー今使った。痛い。サンダー、みんな混乱してるんだが、オッケー。今回復できるものなんか使い、うん、これメガポーション、あれ回復してないぞ。体力回復しないのかこれ。あ、待て、またこれ分岐してる。これはもうしらみつぶししかないな。あ、これ来たところだからこっちから行こう。うわー全部ヘクトアイズか、これ。さあここはまだ下があるね。うわヘクトアイズ、あーでもここなんか外れっぽい。受けてみろ、うまく合わせろよ。見てろよ、さてどうする、連携成功。ほらとどめかな。外れたね。うん。戻ろう。ウィザードシールド。グラディオシールドはいかが？あ、こっちの方が強いわ。さて、このルートはペケで。ってことは、すべての封印の扉の先は、何かしらの、さらなるダンジョンが続いてるという、ことなんだ。次こっち、いやいや音がやだ。ヘクトアイズか、あ違う、ババローだ。よし、先を急ごう。さあもっと下だ。どんぐらい下に行った？マシュマロ。問題ないか？心配いらねえぜ。よし、どっちから来たっけ？こっちから来たが。さあ先があるぞ、これ当たりルートが。うわあ。こいつら魔法、あれ魔法、前を見ろ。なかなかエンカウントしないな。魔法、やっぱり全員分のリボンが欲しいな。
やー、ちょっと目からビームがすごい。え、みんなが危ない。ちょっとラストエリクサー使おう。シルベで黙って休むべきだったな、さっき。さあ、ここは来た。こいつだ。プリンラーなんだ、ラスーム。よし、まずはファントムソード使おう。あ、でけでけ。よし。あー、ファントムリンクがいけない。さあ、魔法いってみよう。いや、ウェイトモード便利だ。あ、近接が、何言ってんの。近接があんまり効かないな。危ない。ドーンブレイカー。あー、近接効かないな。あ、ウィーク。うわ、でけさあ、魔法。さあ、魔法は結構効く。痛い。ハイポーション。で、みんながちょっと危ないな。ちょっと待って、イグニス。イグニス頼む。集合しろ。全員回復させて。いや、クエストレベル55だって言ってたけど、ちょっと舐めてたな。全然こってりしてる。魔法パリ。さあ、もうちょい。あとはファントムソードでやっちまえ。よし、倒した倒した。そら見ろ、やったぜ。仕留められたな。ハイパーマグナム回復してるし、これはプロンプト武器か。持ってるわ。ハイパーマグナム、これクリア後にレスタルムであるじいさんがクエストやらせてくれて、それで結構強いモンスター倒しに行くと素材手に入って、それ渡したらこの辺の武器がもらえたから、これから手に入る武器全部持ってるもんかもしんないな。じゃあまずこれ OK だね。戻ろう入り口。よし、まずここ OK。 予定としてはパッとモンスターを倒して、じゃあ次行ってみよう、倒そうっていうイメージだったんだけど、普通にワンパート一クエストかかるということが分かったから、これマジでおまけ動画じゃ済まないぐらいおまけが長くなりそうだけど、まあ、キカトリーク残酷跡の脅威は排除したっつうわけで、じゃあ次回はグレイシャ、まあ上から順にやっていこう。グレイシャだから、これどこだ。あー、これは、いつぞやのファントムソード取りに行ったとこだ。じゃあ次回はこの脅威を払いに行こう。それじゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。